試験合格してすぐの時に、ママのお姉ちゃんの旦那さんが買ってくれました。そう、頑張ってねって言って買ってくれました。可愛いでしょ。27日超えたりました。ああ、ありがとうございます。応募おめでとう。何おめでとう、当選おめでとうございます。気をつけてきてください。今日配信、今日じゃない、今日か、今日来る方も気をつけてください。まあ時計つけても見ないから、結局はなんかもうあれですね、もうつけてるだけみたいな感じ。今日はゲリラ配信やね。いや、そんなことないですよ。10時にやるねって言ってます。まあ1分遅れちゃったけど。ブレスレット的な、そう、そういう感じ、そういう感覚。もう時計は見ない、携帯でしか。でもママは意外と、なんかママも普通、昔はそういう風だったけど、つける時はなんか自然と見てる時あるよみたいな言ってたから、もしかしたら見てるかもしれない。わらじゅくありがとうございます。ありがとう、こんにちは、 こんにちは、おはようございます。いやーでもね、あー今日公園大丈夫かな。急に昨日の夜心配になったけど、大丈夫かしら。こんにちは、ヤッホー。今日は全身真っ黒だから黄色。なんか全身黒だから黒い時計でもいいかなと思ったけど、黄色かわいいなと思って黄色にしちゃった。いや、3週間ぶりに公演とかも久しぶりすぎて。こんにちは。髪型決まったかな。まだまだ決まってません。何もまだ何も決まってない。が今だったらもう何でも何でも何でもいいってわけじゃないけど、でもうん、これやってって言われたらもしかしたらやるかもしれないし、結局自分で決めて自分で自分のやりたい髪型するかもしれないし、今はもう分からん。おはようございます。あ、タツノオトシゴかな、ありがとうございます。今甲子園、高校野球つけてます。私もさっきまで見てたよ。やばいやばいって、準備が終わらないって、走りながら家の中を耳で聞いてました、高校野球。こんにちは。めっちゃママがショールームやってるって階段からうち聞こえてきた。やってます。おはようございます。
こんにちは。あ、昨日はね、何時寝たっけな、昨日は2時ちょっと過ぎぐらいに寝た。いやそうだから2時半かなに寝ました。なんかすごい夢をねたくさん見た気がする。すごいメンバーがいた夢の中に。最近会ってないからかな。そうメンバー出てきてました。それでも早く感じる不思議。いや本当ですよね。私4時半とかに寝たとか言うからさ、2時に寝たって言うと意外と早いねみたいな。もう狂ってる。ゆずの部屋、そうです、自分の部屋、ここ自分の部屋大好き。何でもあるもんだって。基準がおかしくなって、いや本当おかしいですよ、めちゃめちゃ。そう今日ここだけちょっと跳ねちゃった。それもう一回ランし直そう。そうでも昨日もね本をちょっとだけ続きを読んでから寝たから、そう携帯触ってたってわけではない、本読んでて眠いなと思って寝た。で起きて8時半に起きる予定が起きたのが9時半で、ああやばいやばいって言って準備をしました。でまだ荷物とか何も準備してないからこれが終わったらやります。本当は昨日の夜ね寝る前に準備しようと思ったんですけど、ちょっとあの気力がなかったので、まあいい明日でと思って今日にしちゃった。こんにちは。プレッシャーゼロパチ結構打ってて、あ本当ですか。あれね収録1ヶ月前ぐらいなんですよね。そうでもすごい最近のことのように感じちゃう。楽しかった、本当一日笑ってました。楽しかったな本当に。ゼロパチ、まあどうなるかを楽しみにってことで。おはようございます。あずきつかみ緊張した。あずきつかみは緊張した。だって一番私最初でしたよね確か。めっちゃ緊張した記憶ある。あずきつかみ、そう心臓バクバクでした、やばかった。こんにちは。ね、今日めっちゃ暑い、ダメだ、すごい暑い。今日は30分までやろうかな。この後準備をしてお昼ご飯を食べてからお家を出ます。やばい、やっぱ昨日のうちに準備しておけばよかったな。すごい無駄な。暑い、
でもあったかい飲み物飲んでるから多分暑い気がする。こんにちは。いや本当になんかね、あれよ、あのゼップ名古屋のユニット歌っちゃいそうになる。今めっちゃ脳内に流れてるもん。ほんと口出すとこだった。危ない。まだ1ヶ月以上あるから。ほんとにそう。でも忘れそうって思って常にフルウェア見てます。ちゃんとまた後から覚え直すことがないように。でも今回やるユニット皆さん知ってるかな、曲。それがちょっとなんか私の心配どころ。いや多分知ってると思うけど、私はそこまで聞き慣れて聞き馴染んだっていうか、なんかあんまり聞いたことない曲だったから、そう、まあでも多分知ってると思う。まあ言い過ぎちゃうとね、ちょっとネタバレに近いような感じになっちゃうので言わないでおくけど、愛知県雨ですか？めっちゃ晴れてます。今日は久しぶりこんなに明るいの。めちゃめちゃ久しぶりに晴れてる。最近なんか雨で降ってなくてもなんか曇りみたいな天気だったから今日は暑いです。あ、初見の方ありがとうございます。 SK48 チーム S のしぐれずきです。ありがとうございます。あ、15分だ。早い。昼から雨っぽいけど、でもね、行きに濡れなければ帰りはね絶対に濡れないから、雨降ったとしても。そう、これだけは確信が持てます。行きに雨降ってたら傘持っていかなきゃいけないけど、帰りに降っても私的には割と関係ないので、そう、ずっとまあ劇場にいるし、お昼とかはね特に、そう、ずっと劇場にいるから、そう、行きに雨降ってたらちょっと傘いるけど、そう、帰りはねいらないんで、帰りさえもう天気良ければまあ大丈夫。今日公演だっけ？そうです、17時開演。土曜日じゃないわ、日曜日なんで17時開演です。見てね。こんにちは。
オンライン会と生誕グッズの持ち込み決まり。オンライン会、あ、ツーショットのやつか、それだらしい。皆さん今日までなんだ、22日の23時59分まで。だってさ、オンライン写真会、オンライン写真会と生誕グッズ、でもね、首がめっちゃ痛い。 こうやってやるとめっちゃ痛い。こっち、昨日はこっち向くと痛かったけど、今日こうやってやると思った。なんで、おかしいな。こんにちは。寝違えるの結構痛いよね。なんかあんまり頻繁にはならないけど、たまに来るからこそめっちゃ痛い。こんなんだっけと思って、こうやって痛いってなる。こんにちは。一回本当にめっちゃ痛くて、寝違えたのが、こっち向けなかった本当に痛くて、今日公園入る。ああそうなんですね。見つけようと、公園楽しみ。のびみ、お腹空いてきた、やばい。まつげの調子と、まつげの調子、相変わらず左目はすごく好調って感じだけど、右目がうーんっていう感じ。なんか左目は、おい、なんか長さがみんな一緒みたいな感じなんですけど、右目はなんか一部分がすごい伸びちゃって、まつげが。そうだから、ここぐらいだけめっちゃね長い。なんか、あ、わかりますか、画面でもわかるものなの。そう、ここだけね、そう、すごいなんか異様になんか伸びちゃって、早く松葉行きたいけど、早く行きたいんだが、もうでも1ヶ月経っちゃったからメイクもこの後する。メイクは劇場ついてリハも終わってからします。家ではこの日は絶対にメイクしません。絶対に落ちるから、移動とかしてリハもしたら落ちちゃうから。あー、すごいなんか面倒くさい。なんかやった、そう、よくまつげが抜けてね、目の中に入るんです。めっちゃ痛い。
こんにちは。朝ごはん食べてないの。朝ごはん食べてない。食べてないの。食べる時間がなかった自分のせいで。じゃあ本当は食べる予定でした本当に。8時半に起きていれば。けど起きたのが9時半だったので。しかもママの電話で起こされたっていう。そう、なんか目覚まし聞いてるはずなんですけどね、多分止めてるんだよ、止めてるんでしょうね。自分で止めた記憶もないけど、無意識に多分止めてるんだろうなと思って。でもね、自覚はない、止めてる。そう、相変わらず止めてるみたいです。音量マックス、はい。マックスで起きれないの普通にやばくないですか。まあ、起きようとしてないのかな自分が。結局はまだ寝れるか、寝れるっていう前提で8時半に起きるっていうのを考えてるからかな。ギリギリに鳴らせばそれなりに起きそうだけど、でもそれはそれで準備が間に合わなさそうだから無理なんだよな。どうしたらいいんだろう朝起きれない人。なんで起きれないの？だから結局誰かが起こしてくれるっていう、なんかそういう気持ちがダメなんだよねきっと。そう、心の中でそうやって思っちゃってる部分があるから。でも本当に起こしてくれるんだもん結局は、寝てたら。でこういう話をするとね、一人部屋の時はどうするんですかっていう、その意見をいただくんですけど、ホテルは起きれるんですよ一人だから。そう、ホテルとかは一人だし、そう起きれちゃうんです。そういう時はそう、なぜか起きれるの不思議。おはようございます。完全に家族に甘えてますね。確かに、すいません。完全に甘え、ダメだ。でも私起こされないと本当にずっと寝てられる人間なんですよ。なんかもう本当にちょっとの物音でも多分起きないし、本当深い眠りについてればね。でもなぜかすごいちっちゃい音で起きちゃう時もあるけど、大抵はもう爆睡。全然起きない本当に。一回なんかずっと寝てていいよって言われた時に寝た時は、夜の12時から寝て3時とかまで寝たことあるぐらい、ほんとぶっ通してでも寝れる人だから、それもいけない気がする。地震では起きました、この間のちょっと前の4日前ぐらいの地震では起きた。結構あれ怖かったけど、いや結構揺れましたよねあれ意外と。結構揺れたし長かった。3時って午後の、え、そうですそうです、午後の3時ですまで寝てた。地震なんてあったっけ。ありましたよ、朝のね5時とか、めっちゃ朝めっちゃ怖かった普通に。えっと思って、あ、普通に焦って、へ、どうしようどうしようと思って、とりあえずなんか捕まらなきゃと思ってベッドで寝てたから、
そう、何かに捕まった記憶あるけど、でもあ、終わったと思ってすぐ寝た。普通に怖かった。え、結構揺れてましたね。震度何なんだろう、2とか行ったのかな、 2?3?3 までは行ってないか。でも本当に揺れましたよ、マジで。私なんか、私ロフトベッドだから余計に多分揺れを感じた気がする。そう、すごい一人で「えっ、やばい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 」と思って、声も出なかった。でもそういう時って声出ない。ロフトベッドありがとう、ロフトベッドじゃない、ロフトベッドありがとうございますって私だった。油揚げありがとうございます、ありがとう、ロフトベッドありがとうございますって何よ。2階でもさらにロフト、え、そうです。なんかロフトベッドってさ、部屋がなんか普通のベッドよりもなんていうの、広く使える気がしてすごい好きだけど、なんかちゃんと寝れてるかって言われたらそうでもない気もしてるけど、でもでもホテルのベッドが好きってわけでもないし、そうなんでも寝れてるって言われたら寝れてるけど、でも普通のベッドで寝た方が良さそうな気もしてる最近は。ロフトベッドの下に机を置いてます。ロフトベッドね、最初は楽しいけど、もうあれ何、もう2週間後ぐらいには階段登るのがめっちゃめんどくさい。私1回落ちたことある、2回ぐらい落ちましたね。でこの間はロフトベッドの上からエアポッツがボーンって落ちて、なんかバラバラになった バラバラになった、エアポッツがばらまきました床に。最悪でした。そう、クーラーもね、そうだから近いから足ポンって伸ばしちゃうと当たるから、たまに痛いってなっちゃう。クーラーに巻き込まれそうになります足が。そう、地味に痛いやつね。そう、一回落ちた時に本当にやば、口の中怪我した気がする。そう、めっちゃ痛かった。そう、しかも結構な音をして落ちて、すっごい多分ドーンっていったんでしょうね。お父さんが「なんか落としたけど大丈夫?」みたいな言われて「うん、ベッドから落ちた」って言った。めっちゃ痛かった。で33分や、そろそろ終わりにしたいと思います。今から準備をして朝ごはんじゃないや、昼ごはんを食べて家を出たいと思います。今日はありがとうございました。公演17時開演です、ぜひ見てください。ではまた明日、ありがとうございました。バイバイ、公演頑張ります、ありがとうございました。バイバイ、行ってきます、また明日、ありがとうございました。バイバイ。